の指紋は何ですか、見つけにくいものですか。これあんまいらわないようにいらっちゃったけど、ゴキ、そこの辺汚い。乾かしてたの、乾かしてたの。ここもちょっと汚い。もうバギーおるんかいこの家。ごきげんよう、山口あゆきです。今日はですね、晩ご飯を食べながらですね、私が皆さんにご紹介したいというか、まああゆき勝手に飲みたいんですけど、お酒を今日は飲んでいきたいなと思います。そして今日はちょっと料理番組です。ここにちょっと見えてるんですけれども、すき焼きを作りたいと思います。今日の晩ご飯はすき焼きだよ。日本食の中でもですね、すき焼きは結構というか有名、結構どころかすごく有名だと思いますので、我が家のすき焼きを作っていきたいと思います。あかん、あーし。そう、紹介だけしとくわ。今回はですね、この天の酒、豊臣秀吉がもうすごく大好きで飲まれてたって書いてますね。すごい、あの前にね、あの動画上げたと思うんですけど、どこだったっけ、河内長野に行った時にこのお酒を買ったんですけど、今日はねちょっと熟成されすぎてることもないかん、ということで今回は、すき焼きと、天の酒を飲んでいきたいと思います。イエーイ。ということで今からすき焼きの準備をしたいと思います。まあ切るだけですけどな。はい、レッツゴー。ちょっとなんかエプロンとかしちゃって、髪も結んじゃって、普段はねエプロンしないんですけどね。いつも怒られるんですよ、エプロンしろと。なんか火ね、つくから、こうやってつくからエプロンしやって言われるんだけど、なかなかねエプロンするってめんどくさいですよね。エプロンしていきたいと思います。まずはですね、手を洗います。ちょっと手だけ洗わして、もう洗い物もまだできてない。ズボラ。じゃあまずはですね、白菜を切っていきたいと思います。それ、ちょっと待って、髪の毛じゃあ下ろさせて、頼む。ちょっと そうなってくると話は変わってくる。これね、じゃーん、 30% オフやけど、アイキのマミーにもらいました。アイキが肉好きやからって言って、お母さんが買ってくれました。ありがとうお母さん、いつも愛してる。これを使ってね、すき焼きをしていこうと思って、いろんな野菜を準備したわけなんですけど、なんかさ、そのいろんな野菜を準備するっていうので、まあ、肉だけあったから野菜買いに行ってん今日。ほんならさ、いやこれで十分足りるんやん、二人で足りるやん、普通に考えて。なのになんか知らんけど、もう足りひんと思って買ってきてしまった。しかも980円、安くね。安いよね。別に買わんでもいい牛肉を買ってきてしまいました。でもこれでいっぱい食べれる。本気モード炸裂でいきたいと思います。まあ、顔がでかいのはもう別によしとして、写真とサムネ撮るって言ってたのにさ、時間かかってしゃあないし。サムネ。あべ。オッケー、いいんじゃない。ちょっと肉は冷蔵庫入れるわ。ちょっと待ってな。よし、じゃあ切っていこう。ちょっと下向ける。あの台所汚いのは許してください。あの掃除してるかな。うん。まあいいじゃないですか、そういうところは。まずごらでいいんですよ。どんな主婦でもね、綺麗にやるっていうのは大事やけどさ、そこそこやっぱりできる、そこに時間かける、まあでも綺麗にしとかなあかんけど、台所は衛生的に。でもなかなかね、うまいこといかへん時もありますよ。もう白菜あのバラバラになって、ちょっとなんか白菜畑になってしまうんで、ここがちょっともう支配されるのはそれだけは勘弁ということで、まず切りやすいネギから切っていきます。最近ネギ高いよな、ガチで。あ、それより聞いて、これ見て、15円やってんけど、三つ葉が。ほんま春菊にしようと思ってんけど、三つ葉が15円で安かったから買ってきたわ。マジ、あいつ手つき危ないからみんなに心配されるけど、大丈夫だよ。テープをまず取るでしょ。で、汚いやつをまず最初に使っていく。まあ、例えばこういうね、汚いというか、なんていうのな、こういうちょっとなんかあの、まあ個性があふれるネギを先使いましょう。2個使う、もったいないな。でもネギ高いしな、どうしよう。まあ いや、ちょっと 2個使うわ。まあ洗うわ。で、こうやって水をピピピピーってしてから、見える？見えへん？見えへんよな。
といておくわ。まあ、でもこれ見てほら、だいぶ見て、コンロにネギの頭ついてんねん。だいぶ衛生的に汚い。そんな関係ありません。でまずこのヘタを取ります。そして鼻の穴に入れ、そしてまずこの汚いところを包丁でちょっとそぎます。まあ、食べてもね、大丈夫なんですけど、害はないと思うんやけど、でも一応切りましょうということで、で斜め、もう斜めに切ります。もうそんなに斜めってぐらい、ちょっと尖りすぎよっていうぐらいのこの斜めで切っていきましょう。皆さん、尖りすぎやん、そんな尖ってどうすんのって、これはこの先人生どうすんのっていうぐらいの尖り加減でね、いっていった。ネギはね、その方がいい、尖っててなんぼですからね。でこういう上まで来たら、まあみんなね、農薬がどうのっていう人もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、私は食べるんですけど、まあちょっとここ弱ってるんで捨てます。弱ってないなと思うところ、こうやって、はい、ちょっとこれ切ったまま並んでよ。今日のネギちょっと不祥や。こう綺麗なところ、綺麗なところは使いましょう。食べれるんでね、まあ、農薬とか言うけれども、まあ私は綺麗に洗って食べたい派、やっぱ残さず食べたい、そこは強い意志がありますよね。とはい、尖りあなたどんなに尖ってんのってね、尖りでいきましょう。はい、じゃあこの尖りは入れます。ここに入れて置いときます。まあだからこうやってね、ばらまくんですよね。これだからもっと深いやつしてください。でこれもう場所取ってるから、もう他何も入れへん。あ、で落ちる。はい、そういうところもみんな真似してください。でネギはですね、ちょっと邪魔なんで一旦鍋の上置いときます。これね、面白いね、山茶竹みたいなあって、普通のえのきも買ってきたんだけど、山茶竹って可愛いなと思ったから、これ半分でいこうかな。私のえのきの切り方はですね、一旦ここにちょっと線入れてですね、ちょっと半分だけ開けます、半開けします。そして使いたい分だけなんで、こんだけ分だけ取りましょう。まあ中でいつも切んねんけど、今回はちょっとね、これを手でほぐして。キノコは私大体洗わないです。キノコのね、ぬめりが出てきちゃうのがちょっと嫌でね。でここにネギの横にちょっと置かしてもらって、ちょっとこの粉々の邪魔やから、まあ一旦こうやってパッ。そして見える、みんな見える、見えるかな。でこれこうやって半分切ります。さっきと同じ要領でこうやって裂いていきます。綺麗にするのは鍋の上だけ、はい、もう皿の上に綺麗にせんで、もう後でまたジャブジャブっちゃうから、ほんま袋に入れたらいいけど、一旦ちょっとここに置かせてもらって、そのフライパンの上にね。15円の、まあ実質2個ついてるから、15円やったら半分だ、7円ってことやね。そうやって1個取って、水バージョンに使いましょう。こう、そうそう、バイブレーションで落ちてきます。一回洗いますわね。水葉を洗いましょう。葉っぱ系は洗いましょうね。なんでかって言ったら、知らん。虫とかついてんじゃん、農薬とか。知らんけど、知らん、ついてるかどうか見たことない、水葉とかに。でちょっと汚いなと思うところはですね、こうやって切ってピーって捨てます。水葉をすき焼きで入れるって聞いたことないけどな。はい、100均のお皿出てきました。100均のお皿に入れていきましょう。こんなにいらんかったけど、まあ使ってたらなんかいいことあるでしょう。はい、ということで出来上がりました。あ、白菜忘れてた。白菜切ります。最後もう白菜切って、豆腐とこんにゃくはもう大体わかるでしょう。適当に切ります。それだけ。結構ね、みんなに教えて、もうぐっちゃぐちゃ、もうこういう、こうなると今日の一日の運気が決まるよね。テンション下がる。私はそっから挽回していくっていう性格なんで、全然気になれ。でね、ここね、本当はね、もっと茎がでかかったら、爪楊枝ここにピッピッピッって3本ぐらい刺してたら長生きします。本当は中の方が好きなんですけど、ちょっと節約しまして、外から使っていきます。なんか虫みたいなんて、あ、違うか、虫と思ったら、で、見える、これ虫と思ったら、さっきのえのきの傘、こんだけでいいですわ。これも一旦こうフライパンの上置いておきます。フライパンって便利ですよね。置物にもなるし、焼けるし。まあでも使うときは洗ってくださいね。さすがにそれはちゃんとする、衛生的にちゃんとするっていうのが料理人としてのやっぱすっごい大事なとこかなと思いますね。このボウルに入れますわ。ちゃっちゃかやっていきましょう。時間ないからね、もうすぐ帰ってきますんでね。大きいところはちょっと置いとくね。大きいところはね、こうやってちょっと、わかります、斜めに切るんですよ。わかる、この感じ見えるかな。
ちょっと斜めにスライドさせるの方が、あの味が染みるのよ。でこういう葉っぱのところもザク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 フィガロでいきます。こうやってパンパン、こうやっていきます。パッ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 。あんまりちょっと急ぎすぎて怪我したらあかんから、みんな気をつけてね。こうやってちょっと半分に、大きいのは半分に。でこれ危ないから、カールかかる、こうやってカールかかってるやつは こっち向けましょうね。危ないで、ね、白菜はでも水分出るからあんまりね向いてないと思う。向いてる向いてる向いてる。まあ自分の好きな形に切ってくださいね。こういうのはね、こんくらいですかね。2人で食べるんだったらこんくらいかな。葉っぱ3枚分ぐらい。はい、あ、もう時間ないわ。一旦ちょっと切りますわ。全部切り終えました。でまあこれはですね、糸こんにゃくは水で洗って、ほんまはなんか湯通しした方がいいって言うけど、もうそのままいきます。ちゃんとこんにゃくのアクもいただきたいと思います。でこれは焼き豆腐で、白醤油でそう、うん、もう焼いてるやつ買ってきました。普通のあの木綿豆腐をあの焼いてもいいと思います。私は硬い木綿豆腐派です、絹よりも。でさっき切ったネギをちょっと色だけつけときたいと思います。最初にフライパンで焼きます。ちょっと狭いんですけど、まあもう入れていいでしょう。入れます。で、まあ、軽く焼き目がついたらもうそれで OK です。皆さんはすき焼きはよく食べますか？はい、今日はお母さんが作ってくれたすき焼きはよく食べるんですけど、自分で作るっていうのはまあそんなにないかな。あんまり鍋ばっかし。すき焼き好きやけどな。じゃあ焼き目をつけていきたいと思います。で、え、探し物は何ですか、見つけにくいものですか。これあんまいらわないようにいらっちゃったけど、聞かないと焦げ目つけへんから、なんかみんなまんべんなくこういう感じでピッちゃうねん。あれ、ちょっと探し物ないねんけど。あ、違うんです、今日探し物バレて、あのこの、わかる、このプラスチックのこの入れ物があったんやけど、ちょっと大きめのやつ、今日洗い物してたら、朝ね、あの使って洗い物してたら割れてて、もうゴミ箱捨てた。今思い出しました、なんでなんやろ。そのなんていう、割り下っていうんですか、分からんけど、なんかそのタレを作っていきたいと思います。焦げちゃう焦げちゃう。こうやって様子見ながらねやっていきましょう。何でも様子見ながらやっていきましょうね。もういい感じじゃん。料理はね、もうここハーツ。愛希は高校生の時から自分でご飯作ってるから。お母さんもご飯作んねんけど、愛希は料理好きっていうのは、ご飯は自分でよく作ってました。まあでもお母さんのご飯が一番好きやけどなあんまりやると焦げちゃうからね。でさっきのところに入れます。うん、ネギのいい香り。こんな感じで一旦終わります。今何するって言ってた？あ、タレ作るって言ってたんや。タレはね、私はもういつも目分量でパッて入れるんやけど、ちょっと今回はちょっと生きてたね。うん、どうするちょっと割り下を作っておきます。では砂糖を大さじ3、これ大さじじゃないけど中さじ3というか、もう山盛り3ぐらい入れて、で、まあ、もうちょっと入れて、まあ大体味は好みなんで。で醤油入れるんだが、ちょっと砂糖多いかな。あ、ちょっと醤油入れます。醤油、普通の醤油入れます。甘めの醤油やったら砂糖は控えてください。なぜなら太るから。まあ醤油はあんにゃ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 ってぐらい入れます。わかりました？今のあーにゃあーにゃあーにゃって混ぜて、これはね普通に砂糖醤油になるわけですよ。甘すぎる、甘すぎるということでね、秘伝のタレを持ってきます。ちょっと一旦鼻かいて、はい、これ秘伝のタレですねこれはですね、多分ご家庭にないと思うんですけども、まあ焼肉のタレということで、うちの主人のお母様、お母ちゃまが
作ってくれて持たせてもらってるんですけど、焼肉のタレっていうか何でもいける、なんかあの肉じゃがとかもいけるし、結構生姜とかリンゴとかいろんなあのフルーツの甘みが入ってたりとかしてるらしい。まあ、ちょっと甘めのちょっと生姜入ってるような、生姜良くない？ちょっとだけ隠し味に入れとくわ。すき焼きに生姜はないな。ちょっとだけ隠し味、このもんこのもんこのもん。料理はね、研究みたいなもんなんで、だからどんなことがでもいいんですよ。だね、私は醤油と砂糖だけで美味しいと思うねんけど、こういう出汁系入れます。まあ私今めんつゆ買ってきてんけど、新しいの開けるのもったいないんで、そばつゆ入れます。ちょっと出汁風味というか、こんだけ分ぐらい。あっぶねー、焦がすとこやった。ちょっとこれで味見してみたいと思います。これな、洗うのもめんどくさいから、お箸でやってたんで、お箸でいきます。私とげんちゃんしか食べへんからね、大丈夫。うん、美味しい。うん、美味しいと思う。いいやん。少ないかな、これな。いや、そんなことないと思うよ。また、あれやったらまた足して足してやっていくわ。はい、ということで完成。すき焼きの美味しくできることというのは、砂糖多めがいいと思います。あと牛脂がいるらしいんだけど、牛脂ないから、まあそれは普通の油でというか、うん、甘の酒飲んでみたいと思います。うん、なんか香りから違うぞ。ん？